発表を始めさせていただこうと思います。ということで、景観プレイのための指導弾き方研究ということで、ちょっと待って、録画マシンからね、音が出ててすげえ気が散る。ということで始めます。で、こんな方におすすめということで、日本風の景観プレイしたいとか、日本風の再現プレイしたい、5番目以外の指導の弾き方も試してみたいという方に主に向けた出題となります。で、こんなことはやらないということで、まあ理論的なというか学術としての地理学みたいなものは一切ありません。あと海外の道路事情のフレーズ割とローカルにやっていこうと思います。というかまあ、すごい狭い世界の話をするので、その点だけ注意お願いします。ということで、まあ最初に、まあ恒例の意識高そうな自己紹介から始めようと思うんですが、意識高そう。21歳お酒飲めるということで、実は13歳やなかったという事実がここで明らかになりました。大学生です。シムトラ歴5年半です。ツイッターはあんまりシムトラの話してません。で、まあ、ブレインストーミングの例のやつです。まあ、趣味が多彩であることを示そうとしたという。まあ、特に大したことはやってないということで、目次です。レーザーポインター出した。まず最初にシムトランス指導の制約ということで、シムトランス上の使用上の制約に関してちょっと考えて何を目指すべきかっていうのを明確にしたりしなかったりします。で、次にリアル道路の類型化という形を取りまして、まあ、要するに現実の道路ってどんな感じなのかなっていうのをなんかとんでもない理論と地図分析を通して方向性を探っていきます。で、次にゲームにおける実践、ここまでが前半になりまして、その後後半に入ってゲームにおける実践と、あと、まあ、何も中身がないまとめということで、これ本当に白紙のスライドがあるだけなんですけど。じゃあ、最初は、シムトランス指導の制約から入っていこうと思うんですけれども、シムトランスにとって指導とは何でしょうかということで、ちょっと1名の方に聞いてみたんですけれども、まあ、このようになりまして、まあ、人生そのものドアの塊に景観の必須要因と答えた私が45%ということで、非常に多いと。じゃあなんでこんな多いのかっていうことで、指導の利用価値を上げますと、これ3つあるんですが、まあ、ちなみに明確な変化がつけられるっていうのは1点と、まあ、ちなみに歴史を埋め込むことができるっていうのは1点と、手植えよりも楽で、しかもまあ私的には多分クリエイティブなんじゃないかなということで、まあ手植えもクリエイティブですけどね。まあ、どっち指導リアルを徹底するのであれば、手植えっていうのは避けて通れない道になると思います。まあ、車輪の両輪なんでね、これは。ということで、まあ、現実問題、ぶっちゃけ5番目が一番楽ですよね、とか、なんか、景観凝ろうと思っても道路の幅クソひどいし、斜めの道路が使いにくいとか、あと OD、こいつ OTRP さんですけれども、結局大通りと普通の道路の区別ぐらいしかできないじゃないですか、とか、そういうふうな文句もあると思うんですけど、まあ、結局、ゲーム的合理性をこの辺にとって、リアルをこの辺にとったとしたら、真ん中よりこっち側ってもう達成困難になってしまうんですよね。さっきクキューさんもおっしゃっていたように、やっぱり、シムトランスは攻め単位の世界なので、なんで、今、なんか、5番目で道路をこの辺で引いてたとしたら、まあ、この辺に止めておいて、そこで、まあ、どうデフォルメをかけていくかっていう話になるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、中途半端になってしまいましたが、そろそろリアル道路の類型化の方も行こうと思うので、というか地図を見ていこうと思ったんですが、ちょっとまあ、不具合が生じまして、まあ、シムトラ世界にリアルが5番目なのだと言ってしまえばそうなんですよね。難しいですね。で、道路の形態を作る要因、これはまあ、学会で言ったら怒られるタイプの理論なんですけれども、三角形考えまして、それで各辺に地形要因、計画性要因、なんとなくっていう3つのファクターを置きます。で、それぞれ、なんか、この三角形の中で、なんか、だいたいなんとなく引いた道路だったり、地形に左右されて引いた道路だったり、計画性によって引いた道路だったりっていうことを表せるようにしたもので、まあ、具体的に当てはめるとすると、こんな感じになるわけですね。まあ、で、計画性となんとなくは対、なんか対極だから地形と並び立つものではないのではないかという指摘はあると思うんですけれども、これは僕も思ったんですが、まあ、やっぱり地形に
なんか相反するものがなかったんで三角形にしました。まあ、なんとなくっていうのは要するに不規則さのことです。これはデフォルメした理論なのでこんなんでいいんですよ。感染視点の区別も話さないといけない。西とは過去、現在、未来の移動行為の結晶であるからして、まあ、感染というのは2つの以上の地点の間の移動だと定義づけるとすると、まあ、視線っていうのはある地点の感染との間の移動になると、まあ、これは定義ですけど、そう定義づけたんですね。で、言い換えますと、まあ、エリア間で人物が移動することで感染が成立する。これはバイパス道路も含めます。で、その感染から分岐する視点が成立するっていうのは、この関係は一般に因果関係として見ることができると思いまして、まあ、つまり、時間軸的には絶対に前後がはっきりしている。ということで、まあ、これは、視点から視線が分岐する場合にも同じだと思うんですけれども、まあ、これも全部因果関係に成り立っているということで、まあ、そういうことなんです。で、まあ、背景変わりましたけれども、まあ、こいつ、懐かしのピコ太郎でして、道路の形態を作る要因の三角形と、なんだ、この感染視点の区別っていうのを、まあ、ピコ太郎なんでこうやって組み合わせることで、まあ、あらゆる道路を一応分類できるのではないかという考察に至りました。で、地図見ます。江東区です。最初に極端な例出すんですけれども、これ、幹線道路を含めすべて、ほぼすべて5番目になっておりまして、ただまあ、ちょっと、なんだ、ところどころイレギュラーな小道があるなっていうふうなことは一応、伝えておかないとなということで、一応このスライドを出しました。ここは埋め立て地としての歴史がありまして、同時に関東大震災として、なんか一回スクラップ&ビルドっていうのが重なっているので、ここまで、なんていうか、計画的に道が引けたという例になります。で、蕨市なんですけれども、これブラタモリ的なあれなんですけれども、元田園地帯との境目で変わる街路構造ということで、何残っちゃっていうことなんですけど、なんだ、まあ、これ戦後の画像を重ねると、なんとなく伝わる気がするんですけれども、要するに、古い街路と新しい街路で、なんか雰囲気が違うよってことですね。で、まあ、ここなぜか、なんか、5番目の元水田の地帯においてめちゃめちゃ復土工事が多いんですけれども、何かよくわかんないですね。ということで、よくわかんないなという例で出しました。で、これまあニュータウンの例なんですけれども、計画都市なんですけど、これ地形に逆らってないのわかりますよねということで、まあ、階段とかあるんで、急な坂とかはどうしても避けないといけないんですね。あとまあ、こういうとこは大体区画が細長いなとか、あと公共施設この辺に集積して住みやすくしてんなっていうのを見てます。で、まあ、姫路市、これはまあ、後で付け足したやつなんですけれども、5番目ってどういう向きで作ればいいかなって思った時に、割と川の流動に沿ってんじゃないかなっていう仮説があったので、それを、なんていうか、示すために付けたスライドですね。なんで、まあ、川がこっち向きに流れていれば、だいたい5番目のこの向きに形成されるのかなということで、まあ、例外はあるのかもしれないけど、まあ、シムトランスだし、そんぐらいでいいだろうということで、つけましたというものです。ということで、まあ、地形要因によって、まず感染ができて、で、その後、まあ、計画性だったり、あるいはなんとなくだったりっていう要因で、視点ができてっていうふうな構造を組むことで、まあ、あらゆる道路はなんとなく説明ができるんじゃないかという、まあ、ある程度の仮説が立ちつつ、まあ、前半のまとめに入っちゃうわけですけれども、指導リアルに聞きたい気持ちあるんですけれども、まあ、シムトラの使用上、重度のデフォルメっていうのは必要になってきますよっていうのと、あと、現実の指導の形態は、まあ、地形計画性なんとなくっていう3要因、および感染視線の区別によって分析ができますと。で、まあ、現実の指導っていうのは、まず多彩であることを認めないといけないんですけれども、ただ、まあ、3要因と感染の視線の因果関係を使えば、まあ、重要なのは、例外なく一つのメソッドが適用できるってことだと思うので、一つのメソッドでもって6、7割の指導成立が再現できるような気がするということで、まあ、この辺が軸に、指導を引く上の軸になってくるんじゃないかなというふうに思ったところで、まあ、そろそろ皆さん問い詰めたいこととかあると思うので、まあ、休憩及び質疑応答タイムということで発表を終わらせようと思い、終
終わらせていただこうと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、ここで、一度、ご質問ある方、お願いいたします。アッポさんから出てます。アッポさんから何か質問が来ています。アッポさんから出てるので、読み上げの上でお答えいただきたい。これ、ニュータン道路ですが、個人的には住宅不適地、道路を設置しそうな印象があるのですが、どうなんでしょうか。大丈夫です、見えてます。まあ、確かにそうなんですよね。あんま僕喋るの得意じゃないんで、文字で書いちゃおう。一応読み上げるかなんかはしてください。はい。大体もう住宅が建っているところにはニュータウンができないんで、結果的に住宅的基地に住宅が建つことになるんじゃないかと思いますね、ということですね。まあ、ニュータウンの規模にもよるっていうのは本当にそう思いますね。が、多摩とか。インバニュータウン。多摩とかもそうですね。結局まあ、あとは割と、なんだ、平地とかは、地盤、いいとこはいいですけれども、水田とかあるとか地盤悪かったりしがちなので、あえて丘陵の上とかに建ってたりすることがあるような気がしますね。結局昔の人もバカじゃないから住みやすいところから住んでる。ですよね。平地はもっとで住宅よりもでっかいもん建てるイメージがあって、小学校とか、まあ、そういう公共施設とか、あとは普通に低地だと池になっちゃってたり、あなたの家は平地ですが浸水しますよとか、そういう場合があるので、最近なんか、休業の際ぐらいから開発されて、救いようなくなってくる様は、名古屋に住んでる人の方が詳しいかも。いや、まあ、でかい公共施設とかであるあるですけれど、要は既存に、もう人が住んでいたり、開発がある程度進んでいるところには新しく建てることができないんで、ある程度、まあ、ある程度こう平坦で広い土地が必要なんで、どうしてもそういう変なところ、平地、明らかにこれ水し来るやろみたいなところに建ってしまうというイメージはやっぱりありますね。造成技術の発展に伴ってできてるよね。そう、逆に再開発とかと見比べるといいと思うよ。それこそ今空急さんが言ってたけど、再開発、まあ最も住宅地の再開発はめったにしないけど、まあね、人住んでんだもん。ニュータウンで極端に高齢化が進んだり、まあ、団地で老朽化がめちゃくちゃ進んじゃったりしたところはリノベしたりして、うん、まあ、全く新しくなることはあるかなとは思います。その分それを見越してちゃんとその辺をやったユーカリが丘ってすごいよなっていう。あれはもう本当に計画だった人